体育祭とかで好きなこと二人きりで次リレーやね頑張ろうって話してるのを妄想しちゃう話さないんだ、ね、妄想なんだ妄想なら話せばいいのえ好きな子の妄想とかするあやえするするする俺もてか俺は特にするよどんな妄想するいや俺はまず写真だけじゃ本当に妄想ができないの、うん、だからまずリール投稿があるかとかストーリーとか見て動いてるとこ見る動いてるとこっていうか声を見ないと俺は妄想できないあ絶対にだから相互フォローの方、うん、まあ男も含めね、うん、女とかそいつの情報を知るために動画全部見るんだけど、うん、その動画とか YouTube をやってる場合その相手が本当に妄想してます、うん、2人で行った時どんな会話するんだろうなとか、うん、でどんな感じで俺絡もうかなそういう想像してます、僕は。あやんは、うん、TikTok とかでさ、うん、好きな人を呼んで告白するみたいなやつあんじゃん。たまに体育祭とか。あの青春系ね。あと、借り物リレーみたいなやつで、それ妄想したりする。そう、TikTok のキュンキュンのやつ流れてきたら、自分が好きな人にやられた時の瞬間を妄想する。そうなのね。なるほど、なるほど。ああいうのはやっぱキュンキュンするよね。キュンキュンする。